こんにちは、スタルケルです。今回、なんとこの、わかりますかね、見えますかね、ピカチン QR コード限定プレゼント、キャンペーンシルバージェットウルフ、はい、がなんと当たってしまいましたので、これ前回レビューしたこのジェットウルフの QR コードを読み取って、なんか公式ホームページみたいなところでやるとなんか抽選で当たるってやつなんですけど、ポイントで1回でなんと当たってしまったので、なんか割と当たりやすいみたいですね。なんか調べたら4回目で当たったとか、はい、なんか結構当たりやすいみたいです。まあ、なのでこれを今日は開けてレビューしていきたいと思います。はい、ということで開けていきましょう。はい、ちょっとこのアングルちょっと慣れないですね、初めてなので。で、まあ、なんでこうこっちのアングルにしたかっていうと、あれですよね、やっぱり今回のシルバージェットウルフ、もう鏡みたいなメッキなので、銀メッキなので、もう鏡みたいになってるんですよ。はい、これですね、当選景品発送のお知らせということで、このような感じの紙が入っています。はい、で、なんと、はい、来ました、これですね、シルバージェットウルフ。はい、すごい、初めて見ましたね。ということで、これを早速作っていきたいと思います。はい、ということで開けていきたいと思います。さて、どうなっているんでしょうか。はい、おお、すごい、すごい、めちゃくちゃキラキラしてますね、これ。うわー、すごいな。はい、あー、やっぱり全部分けられてますね、このような感じで。はい、やっぱり一緒に入れちゃうと擦れて剥げちゃうと思うんで、そういうことなんですかね。で、やっぱりシールなしで、こう説明書、はい、シルバージェットウルフの、ま、組み立て方と、はい、このジェットモードのやり方ですね、が書いてます。おー、すごい。それでは開けていきましょうか。あ、それで今回もなるべくノーカットで作っていきたいと思います。はい、パーツを全部出すとこのような感じですね。はい、それではまずは顔からですね、はい、このパーツから取っていきます。はい、ということで、とりあえず頭だけ組み立てたんですけど、この輝きすごいですね、本当に。はい、でちゃんとこのシールがなくても、こういう目のくぼみとか、こういう口の造形はあるので、しっかりと顔って分かりますね。はい、いや、すごい、本当にめちゃくちゃキラキラしてますね。はい、あ、で今回手袋してるんですけど、こういうところに指紋つくのが嫌なので、はい、手袋してます。はい
はい、それでは次は胴体と足ですねを作っていきたいと思います。はい、ということでこれで胴体と足の完成です。はい、このような感じですね。でも本当にもう鏡みたいな、はい、鏡ですねこれ。はい、これそれでやっぱりこうメッキなのでこうランナーと切り離した跡っていうのは残っちゃいますね。はい、でもこのキラキラ感はやばいですね。はい、それでは次は腕を作っていきたいと思います。はい、ということで両腕も完成しました。はい、それでは早速組み立てていきたいと思います。はい、で組み立てる際にこの台座も必要になってくるので切り離します。はい、胴体にまず腕、はい、そして反対の腕、はい、そして顔、はい、そして台座に置くと、はい、はい、できました。シルバージェットウルフどうでしょうか。この輝きがもう本当にすごいですね。でやっぱりこう作ってて思ったのがこのジェットウルフって結構シールの割合が多いというか面積が結構広いんですよね。なので結構細かいとこもあったりしてちょっと時間がかかるんですけど、そのシールがなくなった分すごくスムーズにパチパチと、はい、組み上げることができましたね。いやでこの輝きが本当にすごい、はい、
キラキラしてますね。はい。で、あ、やっぱりちょっとメッキなので、ちょっと若干こっちのジェットウルフが少し緩いかなっていう箇所もあったんですけど、このメッキの塗膜のおかげでおそらくこういい渋みになってるかと思いますね。はい。で、まあ、可動などに関してはこっちの、あと組み立ての説明書とかも映りながらやってるのがこっちのジェットウルフなので、ぜひこっちの動画も見てみてください。はいはい。ちょっとあの肝心なパーツ忘れてましたね。この後ろにあの持つところと、あの羽のようなスカーフのようなものを、はい、つけなければならないですね。はい。ここにこのレバーを、はい、取り付けて、そしてこのスカーフのようなものを、はい、取り付けると、はい、これでジェットウルフの完成ですね。はい、どうでしょうか。いや、やっぱすごいですよね、こんなキラキラバージョンって。はい、はい。それでは飛行形態に変形させたいと思います。でまずはこの台座から取り外して、でここで多分前回のこのジェットウルフの時に説明というかやってなかったかと思うんですけど、ここ足を伸縮させることができます。はい、このような感じで縮めることができます。おそらく こっちの方でやってなかったかと思いますが、はい、すいませんでした。でここ手を取り外します。はい、手を取り外したらボディを180度回転させる。はい、そしてあ、これを取るんですね、この、はい、スカーフを取ります。はい、そしてこの首をこのように、はい、動かして、はい、体と平行にしますね。はい、そしたらこのレバーを出して、で足の向きを外側に揃える。はい、そしたら腕を内側にしまって、はい、内側にしまってこのようにしたら羽のパーツですね。はい、この羽のパーツを取り外します。はい、そしてこれをここに取り付ける。はい、はい、このように羽を取り付けたら、ここにさっきの取り外したスカーフを取り付けると。はい、はい、そして台座に取り付けるこの支柱のようなものを切り取る。はい、そして取り付けると。はい、はい、このようにして取り付けたら、この裏ですね、裏にこの腕を収納しておくところがあるので取り付けます。はい、このようにして取り付けて、はい、そしたらこのジェットウルフをここに取り付けて、はい、シルバージェットウルフ飛行形態モードです。はい、どうでしょうか。はい、うわ、すごいですね。やっぱりこう
羽のこの平べったい面積が多いので、やっぱりすごい反射してより輝かしくなってるんじゃないかなと思いますね。うわーすごいですねこれ。はい、このような感じですね。はい、このシルバージェットウルフと元のジェットウルフを並べるとこのような感じになっています。はい、どうでしょうか。はい、いやすごいですね。もうめちゃくちゃシルバージェットウルフがきらめいてますね。はい、このような感じです。はい、ということで今回のこのシルバージェットウルフのレビューいかがだったでしょうか。はい、今回ちょっとこう、まあ、こっちのジェットウルフをまず作っていたってこともあって、あとさらにシールがないっていうのもあってすごく作りやすかったですね。はい、でやっぱりこのメッキがすごく綺麗ですよね。まあ、なんですけどやっぱりこうメッキのメリットとデメリットっていうのがあって、まあ、僕が感じたデメリットっていうのがこのメッキのせいで、まあ、ここくらいなんですけど、ここの足を収納するギミックがあるんですけど、そのギミックの時に、はい、こう足を収納して出す時ですね、出す時がすごくこう難しい、はい、すごくきつくなってますねこっちのシルバージェットウルフは。はい、まあ、っていうのが、まあ、塗装のメッキ塗装の塗膜のせいなのかなと思います。まあ、でもそのくらいですかね。あとはまあ指紋がつくとかそれくらいだと思います。でメリットの方が多いと思いますね。メリットがこのいい渋みになってる、各関節とか可動が、はい、っていうのと、あとめちゃくちゃこうキラキラしてるっていうこの特別感、はい、梅潤のこだわり入ったようなこのきらめきが、はい、ありますねっていうのがやっぱりこれはいいと思います。ゴールデンポチローがあのアニメ出たので、このシルバージェットウルフも出るんですかね。ぜひ出てほしいところですが、はい、ということで、まあ、気になった方はあの1010名限定なのでぜひ、確か4月から6月くらいまではやってたと思うので、はい、まだまだ応募のチャンスがあると思うので、気になった方はぜひこう応募して当選を狙ってみてはいかがでしょうか。はい、ここからはレビュー中に話せなかったことなどを話していきたいと思います。はい、ということで今回このシルバージェットウルフを組み立てたんですけど、最後のとこで言うのを忘れてたんですけど、例えばこういうパーツとかをつけたりした時とかにこうメッキが剥げるんじゃないかっていう風に思ってたんですけど、まあ、全くそういうことはなく、はい、メッキ剥げの心配はないと思いますね。はい、このボールジョイントとかも、まあ、剥げたとしてもそんな目立たない場所にありますからね、こういう付け根とかの、まあ、なので全く問題はないかと思います。はい、まあ、ということで、まあ、この紙でも読みますか。はい、はい、日頃はポチッと発明ピカチンキットをご愛顧いただき誠にありがとうございます。またピカチン QR コード限定プレゼントにご応募いただきありがとうございました。ご当選されたプレゼントをお送りいたします。これからも 1% のピラメキで様々な発明品を発明していただきますことをスタッフ一同楽しみにしております。今後ともポチッと発明ピカチンキットをご愛顧賜りますようよろしくお願いいたします。敬具ということで、はい、ポチッと発明ピカチンキット事務局より、はい、ありがとうございます。はい、ここピラメキなんですね。はい、これシルバージェットウルフが梅潤のきらめきによって生み出されたのできらめきかと思ったら、いや、まあいいんですけどそういうことは。はい、ということで今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。ちょっとこのアングル本当に慣れないですね。難しかったです、本当にこう見せる時とか。はい、ということでまたなんかメッキやるときはこのアングルになるかもしれないですね。ということで、はい、今回の動画はこの辺で終わりたいと思います。ということで、良ければチャンネル登録や高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。スタラケルでした。